はい、こんにちは、谷崎テトラです。あっという間に今年の上半期が終わりますね。ちょうどこのテトラノート1月1日の元旦にこの思いつきで始めて、そしてなんとなくほぼ毎日更新という言い方をしていたんですけども、やっぱりさすがに毎日はできなかった時もありますけれども、割とまめに更新してきたんじゃないかなと思います。この半年ちょっと振り返ってみると、まず本当に今年は新型コロナに始まり、オリンピックが中止になり、非常事態宣言が、起き、そうですね、僕もね、大学の授業というのがあって、長い長い春休みになりましたね、今年は。逆にちょっと大学の授業とかがなかったりとか、仕事がキャンセルになったりとかいうことがあって、時間ができたってこともあるので、逆にこのテトラノート結構たくさんお届けできたかなと思って、最近ね、なかなか仕事がまた復活してきて、なかなかアップするのが遅れる日もあるんですけれども、5分から10分一つのテーマでこう話をしてみるっていうのは、なかなか僕にとっても面白い体験になっています。なんか最初の頃のやつっていうのは本当にただただダラダラっと撮ってますけれども、なんかこの撮り終わった後、テロップを入れる段階でもう一回このキーワードを検索して、その言葉の定義とかもう一回確認し直したりすると、なんか最新情報がねアップデートされたりとかして、そういうことの確認にもなって、僕自身もにとってもすごくいい経験になっているんですけれども、それ以上にね、このほぼ今年になってから新しく知り合った人とか、声をかけてくださる方って、このテトラノート見ましたよっていうねところからいろいろお話しいただくことが増えてきました。大変ありがたく思っております。ありがとうございます。さすがにね160本以上こうアップしているので、全部見てる人っていうのは少ないのかなとは思うんですけれども、それでもなんか全部見ましたよなんていうことをね言ってくれる方がいらっしゃったりとか、このテトラノートの内容をベースにした講演の依頼とか、そういうお話もありがたいことにいただいたりとかしてますので、すごく良かったかなと思っております。このテトラノートのテーマというのは、僕がテレビやラジオの番組で扱ったテーマとか取材したこととかを中心に話しているんですけれども、やっぱり今変化の時代なんだと思うんですね。ワールドシフトという言い方をずっとしてきたんですけども、来年のダボス会議のテーマでもグレートリセットっていう言葉があります。有理論っていう言い方もありますけれども、今新たにクリスタライズ、結晶化していく過程、深く深く本質というものを通っていく中で、そこから見えてきたものが結晶化していく過程に入ってきたのかなというふうには感じています。普通この YouTube のチャンネルっていうのは、何かこのジャンルとかをねある程度決めた方が視聴者には分かりやすいらしいですけれども、僕はちょっとあえて、自分が興味があるなと思うことを割と広く話をしているつもりなんですけれども、でもなんかその全てがこの今のこの変革、この社会の変革というものにつながっているんじゃないかなと考えるわけです。そしてやっぱ何よりこの社会の変革というのは、この個人の気づきというものが、個人の目覚めと言ってもいいのかもわからないですね。自分自身の中で眠っていた何かがこう目覚めていく、その目覚めたもの、気づいたものというのをこうつなげていくネットワーク、そういうことが創発的に起きている時代なのかなと思ったりします。今のこのコロナの時期というのを、世界の8日という言い方をさなぎになっているというように、言ったことがありましたけれども、今年の後半期、このさなぎからいよいよ、目覚めていく、そんな段階に入っていくのかなと感じるところもあります。あんまりちょっと大げさなことを言いたいわけではないんですけれども、このメタフォリカルに、この比喩的にこの世界を捉えるっていうことは、僕は結構大切だと思っているので、それぞれの人がそれぞれ持っている殻というもの、眉というものを破っていくプロセスですかね。そういうことが始まっているのかなという感じはしてます。そんな感じでしょうかね。
まあ、個人的にはこの2020年の、前半上半期というのは、まあ、人と会うということよりも、もしくはどっか他のところにこう取材に行くということよりも、これまで自分がこの見聞きしたこと、調べたこと、考えたことなどをこうまとめて、それを、深掘りしていく、それを確認するという作業だったんですよね。まだそれがどのような形で、まあ、消化していくのかということがはまだ僕の中でもまだ見えてないんですけれども、やりながら考えていくという感じにはなってるんですけれども、まあ無理せずになるべく正直に自分の感じたことをやっていきたいなと思います。まあ話題の中にはね、とてもスピリチュアルな話とかもちょいちょい混ぜたりとかしていて、ちょなるべく怪しくならないように、まあ十分怪しいのかもしれないですけれども、なるべく怪しくならないようにはしたいと思ってはいるんですけれども、やっぱりこの話をしてみて、このスピリチュアリティっていうのはやっぱすごい重要だと思うんですよね。なんかスピリチュアルなことを語りにくい、日本の状況っていうのがあるんですけれども、なんですかね、やっぱ人類はスピリチュアルなんだと思いますよ、本当に。っていうか我々はやっぱスピリットなんだと思いますよ。この物質世界というものをまとってはいるんですけれども、この肉体という現象とか物理という現象を超えた何かというものがあるわけですから。ということで、なんかうまくまとまったかどうかわからないですけれども、今年の上半期をちょっと振り返ってみました。ということで、テトラノート、今日のテトラノートはこれで終わりです。まあ、下半期も、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わります。また次の動画でお会いしましょう。谷崎テトラでした。